それでは、銀八先生の宣伝は子供たちも、安心して見られる健全なアニメということで打ち出していきましょう。ところで本当にアニメできてんの？アニメ化発表から全然音沙汰ないし。この会議にも制作会社のバンダイナムコピクチャーズいないし、逃げたんじゃねえの？エリザベス、ちゃんとアニメ作ってるか調べてきてよ。じゃあこれあげるから証拠撮影してきて。ここから私おしゃべり AI がエリザベスさんと一緒に制作現場に潜入していきますので、よろしくお願いします。次回アニメ制作の本拠地に潜入します。チャンネル登録をしてお見逃しなく。